6ヶ月で結婚を決めたいならプレシアへお任せください。オンライン完結なのでスピーディーに結婚へ導きます。詳しくは概要欄をご覧ください。どうもこんにちは、プレシアの木島です。本日は本当にあったアラサー女の勘違い発言についてのお話です。勘違いしてしまう人は昔モテていたから今もモテているって思ったりとか、大して美人でもないのに若いだけで可愛いって職場のおじさんに言われ続けて自分はイケてるんだって勘違いしてしまっているパターンです。大切なのは周りが言うことはほとんどがお世辞であり真に受けちゃいけないっていうことですね。いつでも自分を客観的に見ることができればそれがお世辞だっていうことぐらい分かります。20代の頃に若い美人っていうだけでモテていた女性が40代になっても同じ理由でモテるわけがないんですよ。反対に見た目はまあまあでも中身がすからかんだと魅力もクソもありませんよね。ただの残念な中年おばさんです。きっと皆さんはそんな痛い勘違いはしていないと思うんですけど、世の中には本気でそう思って当たり前かのように勘違い発言をしている女性がいます。今回はこんな女性本当にいいのって思うような面白発言をご紹介していきたいと思います。ぜひ婚活や仕事の息抜きとしてご覧ください。アラサー女の勘違い発言その1、結婚相談所ならまだいける。アラサーともなるとマッチングアプリやパーティーではいよいよね相手にされなくなってきます。アプリで結婚する人が増えたとはいえね、その裏では同じぐらいトラブルも増えてるんですよ。リクルートブライダル総研が行った婚活実態調査によると、マッチングアプリを利用して何かしらのトラブルがあったって回答した人は半数超えていたそうです。20代では 63.6%、 30代では 58.3%、 40代では 51.9% がトラブルや困ったことがあっただと答えました。具体的には桜がいたとか、顔や体型など見た目が写真のイメージとかけ離れていたなどです。他には年齢などのプロフィールとか、交際や婚姻の状況を詐称された、お金を貸すよう求められた、詐欺にあったっていう回答もあったようです。ニュースではこのいい面ばかりを取り上げるので、マッチングアプリを利用すれば結婚できるんだって勘違いして安易に手を出してしまう人が多い印象です。結婚相談所に比べ登録している人数が圧倒的に多いアプリだからこそ、それに比例して結婚のきっかけにはなってるんですが、その裏では半数以上の人が何らかのトラブルに巻き込まれ、結婚どころかお金、時間を奪われてもう散々な目に遭ったっていう人もいます。何事もそうですが、裏と表全てを把握した上で利用するしないを判断した方がいいんじゃないかなって思います。アプリには女性より男性が多く登録し、結婚相談所には男性より女性の方が多く登録しています。これが意味するところは、頭のいい皆さんだったらわかると思います。そして先ほどのアラサー女性もアプリやパーティーで出会いがあって交際に進展するも、結婚願望のない男性や他に恋人がいて自分と交際中にその人と籍を入れて結婚式まで挙げていたことが分かり、悩んだ末お別れしたっていう彼もいたようなんですよね。そこでもうそんな出会いはコリコリだって思ったようで、結婚相談所への入会を検討しているっていうことでした。ここまではよくある話なので全く問題ないんですが、結婚相談所ならまだまだ行けるから大丈夫ですよねっていう勘違いをしていたので、この彼女は危険だなって思っちゃいました。結婚相談所って入れば結婚できるところじゃないですからね。結婚願望のある独身者が集まってアプリより高い費用を払って真剣に婚活している人がいる場所っていうだけです。当然その中で人気のある人、そうじゃない人に分かれますよ。彼女は33歳で年収270万円の実家暮らし、見た目は普通で特別美人っていうわけでもありません。たくさん恋愛してきました、荒波たくさん越えてきましたみたいな雰囲気をね、彼女は醸し出していたんですが、どちらかっていうと過去の恋愛経験は婚活では邪魔なんですよね。それだけ恋多き女だったのに結婚できていないっていうことはそういうことなんですよ。恋愛は数じゃなくて深さですよ。深くつながることができるから結婚っていう選択肢が出てくるわけです。結婚相談所でも短期間で結婚を決める方が多いんですが、それは相手と真剣に向き合うからです。結婚相談所では恋愛経験豊富な人よりほぼゼロですみたいな人の方がすんなり結婚決まるんですが、それは邪魔な経験とかプライドがないからだと思っています。婚活はね、もう素直が一番です。
アラサー女の勘違い発言その2、理想は高くないけどストライクゾーンは狭い。身長180センチ以上の男性ならあとはもう何でも OK ですとか、顔が好みのタイプならあとは無職でも何でもいいですみたいな感じでしょうかね。本当にたった一つの条件だけならすぐその人と結婚できるんですが、絶対にこれだけじゃないんですよね。身長180センチ以上の60代男性でもいいなら超簡単に結婚決まりますが、いやさすがに年齢離れすぎなので同年代ぐらいがいいですとか、それに顔が好みのタイプっていう条件もなかなか難しいですよね。人によってそのタイプも違うので基準がないじゃないですか。私は玉木宏さんみたいな二重で垂れ目の男性がタイプなんですが、二重で垂れ目でも総合的な顔のバランスを見た時に目元は確かに合ってるんだけどこの人じゃないっていうことってあるじゃないですか。だからドンピシャのタイプを探すのってすごい難しいし、ストライクゾーンが狭すぎるんですよね。結局そのタイプの顔の中には当然年齢も含まれてるじゃないですか。顔に張りとツヤがあるのは大前提っていうなら70代の男性は無理だろうし、同年代や年下が自然と当てはまるので条件が一つのように見えて、実はその中に複数個入っていることが分かりますよね。他にも一つ一つの条件は高くないにしても、その全ての条件を持っている男性はかなり少ないよねっていうのもストライクゾーン狭めと言えます。35歳次男で年収500万円、容姿は普通の172センチの大卒、こんな男性を探し求めている女性結構いるんですが、ストライクゾーンが狭くて該当する男性の人数は少ないよっていうことをね、まず知っておいてほしいです。そんなね、全部が全部ちょうどよく揃っている男性なんかいないですよ。世間知らずって思われない前に、相手への希望条件をもうちゃちゃっと変えてください。アラサー女の勘違い発言その3、月50万円は必要なんです。唐突にこんなことを言ってきた女性がいました。理由を聞くと、毎月美容代だけで30万円ぐらい使ってるらしくて、結婚後もそれを続けたいから、家賃、光熱費、食費を合わせると月50万円ぐらいかかると思うんで、それを払える男性じゃないと結婚できないって言うんですよね。男性に払ってもらうこと前提でこんなこと言うなんて思考回路やばすぎだろって思いつつ、今はじゃあその30万円どうやって払ってるんですかって聞くと、パパって言うんですよね。おいおいおい、どっちのパパやねん、紛らわしいなって心の中で叫びつつ、それは実のお父様っていうことでいいですかって聞くと、そうだと。彼女自身は年収100万円程度で、父親がやっている会社の事務をちょろっと、本当にちょろっと気が向いた時に手伝っている程度っていうことでした。正直お嬢体質で婚活をするのって難しいんですよね。世の中の男性がパパのように稼いでるわけじゃないし、月30万円の美容代をポンって払えるぐらい余裕がある人なんていないわけですよ。でこれ一回ポッキリじゃなくてもう毎月ですからね。自分で美容代を稼いでいるなら誰も文句言わないんですが、寄生虫のように誰かから吸い取りながら栄養補給しているような女性を誰がね魅力的だと思うんでしょうか。見た目より先に中身を磨けよって言いたくなっちゃいますよね。とんでもないお金持ちのお嬢なら縁談のお話とか釣り合うお相手との出会いがあるはずなんですが、中途半端に甘やかされた中途半端なお嬢は一番苦労しそうだなって思いました。アラサー女の勘違い発言その4、年齢より若く見られるんです。これは男女共に聞く勘違い発言ですよね。なわけねえじゃん、みんな年齢相応の見た目してるよって思うんですが、本気で自分は若く見られるって思っている人は相当素直なんですかね。100歳のおばあちゃんがハキハキ喋っていたらどうですか。背筋ピンと伸ばして歩いていたら、えすごい若いおばあちゃんってなるでしょ。おばあちゃん100歳に見えないよ、なんなら20歳に見えるよって冗談で伝えたとしてね、おばあちゃんがそれを真に受けて周りの友達に、私20歳に見えるらしいで本気で自慢していたらどうですか。もう冗談も言えない世の中になっちゃいますよね。若いっていうのは同年代の人に比べて若いっていうだけで、年下と張り合った時に勝てるっていう意味じゃないですよ。今日の朝ね、私この事務所に来る時に70代ぐらいのおじいさんとね道ですれ違ったんですが、遠目から見た時は上下黒で文字がゴールドのスウェット
ットに黒のキャップかぶっていたんで、まあ、服だけで見ると20代ぐらいのお兄ちゃんだったんですが、顔を見るとね70代のおじいちゃんでした。この時の私は若っって思ったんですが、何が若いと思ったかっていうと服装です。見た目はザ70代のおじいちゃんなんで別に若くはないですよ。ただ着ている服が若かったんで、あ、若いなって思っただけです。こういう日常会話って、まあ、そこら中で繰り広げられてると思うんですが、これを真に受けて、お、自分は若く見られるって思っちゃいけないですよ。整形も何もせず、重力に逆らわず日々生活をしていたら必ずたるむし、シワも増えます。それが年を重ねるってことなので、おかしいことじゃないんですよ。その自然の摂理をぜひ受け入れましょうよ。受け入れることができればまた一味違った婚活ができると思います。アラサー女の勘違い発言その後、男性は頼られるのが好きなんです。確かにそうでしょうね。何でもかんでも一人でちゃちゃってやってしまう女性より、瓶の蓋が開かないってね、男性を頼りにすると可愛らしいのかもしれません。でもこれにも限度っていうものがあります。例えば男性がこう車の運転をしている時にね、ナビちょっと設定してくれないって頼まれたとして、私機械音痴だから操作の仕方わかんないよって言ったり、最近一人暮らし始めたんだけど光熱費の支払い方法がわからなくて、この前電気止められちゃったんだよね、教えてくれないって頼ってくる女性、どう思いますか？ちょっとさすがに鬱陶しいですよね。小学生の女の子とデートしてるわけじゃないんだから、もうちょっとね大人の会話がしたいって思うんじゃないでしょうか。男性は確かに頼られることを好むんですが、それはうまいこと選んだ方がいいですよ。ナビの設定がわからなくてもピッピピッピね触り続けていたら、いつか入力画面に行き着きますよね。私もそのナビの設定よくわかんないんですが、適当にねパーって触りまくってたら入力画面が表示されるんで、おラッキーって思いながら住所を入力してますよ。やる前にできないって諦める姿勢は正直不快です。でもやる努力をした結果できずに男性を頼るのはありです。結婚したら結局女性の方がたくましく成長するんで、何でもかんでも男性を頼っておんぶに抱っこにならないようにお気をつけください。プレッシャーでは本気で結婚したい方のために今回婚活ランク表を作りました。欲しい方いらっしゃいますでしょうか？ PDF にまとめましたので、これを見てその通りに申し込むだけでお見合いが驚くほどバンバン決まっていきます。婚活がうまくいかないのはあなたのせいじゃなくて、やり方を間違っているだけっていうことにも気づいてほしいです。だから条件を変えなくても婚活のやり方、これを変えるだけでびっくりするぐらい成果が出ます。プレッシャーでは会員さんにそうした体験を提供しているんですが、まずはお試しっていうことで婚活ランク表を無料でプレゼントいたします。婚活は論理的に考えてデータに基づいて進めるととっても簡単。感情とか根性なんか不要です。昭和じゃないんだから婚活もアップデートしなきゃいけません。婚活はデータで進める時代です。未だにデータを見ずに婚活をしているなら時代遅れですよ。お見合いや結婚が決まらないのも当然なので、まずはプレシアノウハウの 0.1% に当たる部分である婚活ランク表をお受け取りください。受け取り方法は概要欄に載せております。これを見るだけで婚活って楽しいなって思っていただけます。もう一度言いますが、婚活はデータで進める時代です。皆さんの婚活もアップデートしていきましょう。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。